マクドネル・ダグラス MD-80、アメリカン航空の MD-83、マクドネル・ダグラス MD-80 は、アメリカ合衆国のマクドネル・ダグラスが開発、製造した双発ジェット旅客機のシリーズ名である。MD-80 シリーズは、リアエンジン方式の小型、短距離向けなローボディ機である。ダグラス DC-9 をベースとした発展型として、開発され、 当初は DC-9 スーパー80と呼ばれていたが、後に MD-80 シリーズと名付けられた。MD-80 シリーズは大きく分けて、MD-81、MD-82、MD-83、MD-87、MD-88 MD MD の5形式で構成され、MD-80 という形式そのものは存在しない。後に、 MD-80 のさらなる発展型として次世代化を行った MD-90 及び MD-95 が開発されたが MD-95 は開発中にマクドネルダグラスがボーイングに吸収合併され開発、製造を引き継いだボーイングによりボーイング717と命名されて販売された。 イタビア航空の DC-9 の 10DC-9 シリーズは1963年4月に開発が開始された。前作の DC-8 より小型で総発の機種で、主に近中距離のローカル線での使用を前提に、二人乗務で経済性が高い機種となることを目標に開発された。ライバルのボーイングが開発していた。 ボーイング727と違い乗客数が90名から140名と、DC-9 はボーイング727よりも多少小さかったが、DC-9 の売り上げは良く、マクドネルダグラスは大きな成功を収めた。アエロメヒコ航空の MD-82970 年代末より、マクドネルダグラスは新たに DC-9 シリーズの一環として、 新型旅客機スーパー80シリーズの開発を開始した。これは DC-9 から50を改良、ストレッチしたものであり、DC-9 から81、DC-9 から82、DC-9 から83の3種類の開発がアナウンスされた。DC-9 から81の初飛行は1979年10月18日である。 このスーパー80シリーズはボーイング727よりも低騒音、低燃費でパイロットは2人だけで済むなどという利点から当時まだ勢力を保っていたボーイング727を圧倒した。このことがボーイング727の生産終了の決め手の一つとなったとも言われている。こうしてスーパー80シリーズのうちマイナス81については1980年に スイス航空によって就航が開始された。なお、1983年に DC の名称使用は取りやめ、MD の名称を使用することとなり、スーパー80シリーズは MD-80 シリーズと名称が変更された。MD-80 シリーズは人気が高く、当初の MD-81、-82、-83 に次ぎ、 単動型の MD-87 が開発、製造された。また、コックピットの一部がグラスコックピット化された MD-88 も登場した。1993年には MD-80 シリーズの後継機とも言える MD-90 型が登場した。MD-80 シリーズよりもさらに低騒音、低燃費であったが、 MD-80 シリーズほどの人気は得られなかった。MD-80 シリーズは1999年まで、MD-90 型は、マクドネルダグラスが、ボーイングに買収された後の2001年まで生産が続いたが、ボーイングの形式が与えられることはなかった。デルタ航空のボーイング 717MD-90 型に次ぐバリエーションは、 MD-95 という名称で1991年から開発が始まっていた。大きくなった MD-90 型よりも座席数を減らし、座席数は100名程度が目標とされた。だが、開発中の1997年8月1日に、マクドネルダグラスはボーイングによって買収されたため、開発はボーイングが引き継ぐこととなった。 ボーイングは当初開発を中止することも検討したが、ボーイングのラインナップを保管できると考え、機種名はボーイング717として開発を継続1998年より生産が開始された。こうしてボーイング717が誕生したものの、同様のサイズを持つボーイング737から600などとの直接競合を避けるためと2001年の アメリカ同時多発テロの航空旅客一時激減などの影響を受けて、生産は2006年に終了し、生産機数は156機という少数にとどまった。機体後部に2機の小さなエンジンを装備し、高能率な翼、T 型の特徴的な尾翼が印象的で、マクドネルダグラスの前作 DC-9 の後継機となった。座席配置は横5列で、 エコノミークラスの座席配置に最適だった。乗客数は MD-87 が約140名、それ以外は170名程度である。1980年に就航し、その後派生型が相次いでデビューした。DC-9 よりも人気が高く活躍時期も長かった。また、この頃に登場したボーイング737から300、400。 500のライバル機にもなった。基本型が MD-81 で、MD-82 は高温、高知性能向上型、MD-83 は燃料タンクを増設した航続距離延長型で、数字が増えるごとにエンジン水力と最大離陸重量が増加している。MD-87 は胴体を5メートル短くした単胴型で、 方向安定性確保のため垂直尾翼も0.25メートル高くされた。MD-88 はデルタ航空の要求で、MD-82、83のコックピットを近代化したモデルで、機体にも複合材料が多用された。主要な運用者として、アエロメヒコ航空、オーストリア航空、ノースウエスト航空、アメリカン航空、デルタ航空、 スカンジナビア航空、スイス航空、アリタリア航空、フィンランド航空、イベリア航空、日本ウェアシステム、中国東方航空、中国北方航空、アラスカ航空、大韓航空、ミッドウェスト航空、ファーイースタン航空が挙げられる。また、この他にも59の航空会社が、少数ながら MD-80 シリーズを導入している。 シリーズ製造最後の機体となったのは MD-83 でトランスワールド航空に引き渡されてスピリット・オブ・ロング・ビーチと名付けられた。日本エアシステムのマクドネル・ダグラス MD-90 から 30MD-90 型は MD-80 シリーズの後継型にあたる旅客機であり MD-80 シリーズよりも近代化されている。また、 エンジンは低騒音で低燃費の V2500 を搭載している。MD-90 型は1989年に開発が開始され、1993年に初飛行、1995年に路線就航した。デルタ航空、サウジアラビア航空、日本エアシステム、スカンジナビア航空が主要なユーザーとなった。2008年3月時点で、 MD-90 型は中国東方航空、中国南方航空、日本航空、ラインオンエア、サウジアラビア航空、ユニー航空、ブルーワン、ハロー、エバー航空、デルタ航空が使用している。日本エアシステムが導入した MD-90 型は映画監督の黒沢明がデザインした7種類の虹色塗装のものであったが日本航空への吸収合併のより 日本航空標準の塗装に変更された。2012年後期には1機が鶴丸るる塗装に変更されている。日本航空の就航便は2013年3月30日、広島発羽田便がラストフライトとなり退役した。Z スターの MD-95MD-95 MD 型は DC-9 をベースとした旅客機の最終作である。 MD-90 型の単動型として開発された。開発途中の1997年にマクドネルダグラスがボーイングによって買収されたため、正式の機種名はボーイング717である。新たにロールスロイスドイツの BR-715 型エンジンを搭載している。また、MD-95 型ではコクピットが それまでの MD-90 型と比較しても大幅にグラスコックピット化されている。156機のボーイング717が1998年から2006年まで生産されたが、ボーイング737から600などとの直接競合を避けるために注文が停止された。トランスワールド航空、バリュージェット航空、ミッドウェスト航空、ハワイアン航空、 バンコクエアウェイズが主要なユーザーとなった。2016年7月現在、主にデルタ航空がこれらの航空会社から中古機を買収、またはリースして使用されている。製作時期的にはボーイング777、ボーイング717、ボーイング787となる。2015年3月までに DC-9 スーパー80を含む MD-80 シリーズの 主な事件、事故は66件発生し、合計1446人が死亡している。そのうち、機体損失事故は35件、ハイジャックは10件発生しているが、ハイジャックによる死者はいない。MD-80 の最初の機体損失事故は、1980年6月19日、DC-9 から81の試験飛行中に、発生した。 油圧系統が失われても安全に着陸できることを実証する試験で着陸時に滑走路を逸脱した。この事故では乗員3名は全員無事だった。MD-80 シリーズで最初の死亡事故は1981年12月1日に発生した。 ユーゴスラビアのリブラアナからフランスコルシカ島のアジャクシオに向かっていたイネックスアドリア航空の DC-9 の81がコルシカ島のサンピエトロ山に墜落し乗員7人と乗客173人の全員が死亡したクフィットによる事故とされる1988年6月12日にはアウストラル航空の DC-9 から81がノームで 視界不良の中でアルゼンチンのポサーラスに向けてアプローチ中に墜落し、乗客乗員22人全員が死亡した。MD-82 の最初の死亡事故となったのは、1987年8月16日に起きたノースウェスト航空255便墜落事故である。米国内線についていた事故機がデトロイトメトロポリタンウェインカウンティ空港を離陸したところ、 操縦士が、高揚力装置を展開し忘れていたため失速し、制御を失い墜落した。乗員6名、乗客155名のうち生存者は、乗客1名のみで、地上にいた2人も巻き込まれて死亡した。2008年8月20日にも、同様に MD-82 で、高揚力装置を展開しないまま離陸しようとして、墜落し、 乗客乗員172人中154人が死亡したスパンエアー5022便離陸失敗事故が起きている。MD-82 の着陸失敗による最初の死亡事故は1993年10月26日に発生した中国東方航空5398便着陸失敗事故である。中国東方航空の MD-82 が 福州長楽国際空港への着陸に失敗して、滑走路をオーバーランし、胴体が3つに分断されて、乗客乗員80人のうち乗客2人が死亡した。同年11月13日には、中国北方航空の MD-82 が、ウルムチ空港への着陸に失敗し、乗客乗員102人のうち乗員4人と、乗客8人が死亡している。 その後も MD-82 の着陸失敗による死亡事故が発生している。1999年6月1日、アメリカン航空の MD-82 が雷雨の中でリトルロック・ナショナル空港への着陸に失敗してオーバーランし、機体が大破、炎上した。この事故で乗客乗員145人のうち乗員1人と乗客10人が死亡した。 2004年11月30日、インドネシアのアディスマルモ国際空港で、ライオンエアの MD-82 が着陸に失敗、滑走路をオーバーランして、機体全部が大破した。この事故で、乗客乗員163人のうち、乗員2人と乗客23人が死亡した。二千七年九月十六日、タイのワン・ツー・ー航空が運航する m d 十二が、 悪天候の中、プーケット国際空港への着陸に失敗し、滑走路をオーバーランして、林に突っ込み大破炎上した。この事故で、乗客乗員130人のうち乗員5人、乗客85人が死亡した。このほか、MD-82 では、2002年5月7日には、中国北方航空6136便、包括威楽事件が発生している。 北京発大連行の中国北方航空機が大連沖に墜落したもので、事故機からは墜落前に客室内で火災が発生したとの報告があり、中国政府の事故調査チームは乗客の放火による破壊事件だったと発表している。また、2005年8月16日にはウエストカリビアン航空708便墜落事故が発生しており、パナマから カリブ海のマルティニークに向けて飛行中のウエストカリビアン航空の MD-82 がエンジン水力の低下後に失速して制御不能に陥りベネズエラ西部に墜落した乗客と乗員160人全員が死亡した MD-83 の最初の死亡事故は2000年1月31日に発生したアラスカ航空261便墜落事故である メキシコのプエルトバチャルタからサンフランシスコへ向けて飛行していたアラスカ航空261便が制御不能に陥りカリフォルニア州沖の太平洋に墜落した。調査の結果、推定事故原因は不適切な整備によって水平尾翼のトリウム調整機構が故障したためとされている。次に発生した。 MD-83 による死亡事故は2007年11月30日のアトラスジェット4203便墜落事故である。トルコのアトラスジェットが運航する MD-83 が、ウスパルタの空港へ着陸直前に空港付近の山林に墜落し乗客乗員57人全員が死亡した。事故時にブラックボックスが正しく機能していなかったことが 判明しているが、専門家らによる調査では操縦ミスが事故原因と見られている。2012年6月3日には、ナイジェリアのダナヤが運行する MD-83 が、ムルタラモハンマド国際空港へアプローチ中に、操縦士から両エンジンが停止したとの報告があり、エンジン再起動を試みたもののそのままラゴスの人口密集地に墜落した。この墜落で、機体は、 複数の建物に激突し、乗客乗員153人全員と地上にいた10人が死亡した。2014年7月24日、アフリカのワガデグーからアルジェに向かっていた、アルジェリア航空の MD-83 がマリ南部に墜落し、乗客乗員116人全員が死亡した。2015年現在で MD-87 の死亡事故は、 リナーテ空港事故の一件である。2001年10月8日、ノームに包まれたイタリアのミラノリナーテ空港でスカンジナビア航空の MD-87 が離陸滑走中に滑走路に侵入したセスナサイテーションと衝突した。衝突により機体に損傷を受けた MD-87 はわずかに上昇したものの空港内の貨物施設に衝突、炎上した。 この事故で MD-87 とセスナ機の乗客乗員110人全員と地上施設で巻き込まれた4人が死亡した。同じく2015年現在で MD-88 の死亡事故も一件である。1996年7月6日、米国のペンサコーラ国際空港で離陸体制に入ったデルタ航空の MD-88 の左エンジンが異常を起こし、 飛び散った金属片が客室内を直撃して2人が死亡、5人が負傷した。ありがとうございます。